はい、というわけでプレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイでね、今日フェラルホードなんですけど、ちょっとインベントリ家にあるもん全部漁ったら弾結構あったんで、ちょっと今から急いで、原発に一回行って、何？リングも一応持っていくか。原発に行ってあれしたいと思います。弾を作ってこようかなと思う。フェラルホード向けに。強そうな弾が作れそうだったんで。それをちょっと確保していきましょう。で、燃料持ってこうか、ちょっと。燃料持ってっての。リペア用のコンクリートとかも、今後もう必要なんで。持ってこうか、一応。ネイルガン持ってないな。持ってる？持ってないよね。ネイルガン持ってかないといけないよね、フェラルホードは。とりあえず原発行きましょう。一回原発行って。よいしょ。おや、ゾンビ。原発に行って。重くなっちゃったら嫌だけどね。多分大丈夫だと思うんで。車壊そっか。いらないと思う、車俺。別に。やばいゾンビ降ってくるな、降ってくればいいから。確かに美味しいっちゃ美味しいけど。壊しちゃいましょっか。重たいの嫌だもん。多分湧いてくるでしょ、これまだ。この車壊したら軽くなるらしいんで。あれ、湧かないじゃん。じゃあもう完全に壊しちゃいましょう、これ。うわっ、そうだった、忘れてた。これが放射能の車だったの忘れてた。まあいいや。壊しちゃいましょう。壊した。これで軽くなるらしい。あれはなんだ。これ次回リログした時に軽くなるのかな。本当に？本当に軽くなる？あの煙のせいで重くなってたのかね。まあいいや。とりあえず。軽くなるはずなんで。軽くならなかったら実験失敗ということで、まあいいや、別に。で、電気がないから強制的に違う。もう発電機から。は？なんで？逆か。発電機からこっちに送るんか。よし。で、西重視。じゃ余裕だな、これだけで。これで、X-ray グローブ取って。よし。ついに、この弾を作りましょう。500発。とりあえず1セット作ってみましょうか。多分500発そのまま、50発そのまま出てくると思うんで。で、これがマイナーをやってる時にゾンビから手に入れたやつですね。ボスから。いいね。多分50発できるよね。50発以上に増えたら嬉しいんだけど。オッケー、来たー。これが劣化ウラン弾って今コメントでいただいた。劣化ウラン弾っていうんだね、これが。デプリティッドグラニウムバレット。いいねー。さあ、火力だよ、問題は。86.77から。86.77から187点。やば。超火力上がったじゃん。いいね。全部やろう。
超火力上がったじゃん、もさあ、この火力があればもう大丈夫でしょう。大抵のゾンビは一発。ヘッショしたら2倍ぐらいだから300ぐらいのダメージはもう出ると思う。300出るってことはもういいよ。だいぶ倒せるよ。で、しかもこれ、前回のフェラルホードで、このアドバンスエジェクターっていうのを拾ったんで、連射速度も上がって、リロード速度も上がってるんで、期待できる。いいね。あと30秒だって。とりあえずこっちにしまっとくか、これ。このリンク置いてこう。なんか持ってきたいのある。プロトニウム。プロトニウムか、ニューク作れるって書いてあるんだけど、ニュークリア作ってどうする？爆発させる？ あ、2個使うんだ、プロトニウム。でも、なんだかんだすぐできてたよね。まあ、これ、うちの倉庫に1個入ってるんですけど、現物が。レッドメーサで拾ってきたのがね。あれ使っちゃえばいいっていう。OK、劣化ブランドンできました。いよいよだね。コーヒーは5本。バンテージは入れとくか。まあ、殴り倒せるだけ殴り倒しましょうか、一応。高速で殴る機能が欲しいけど。がっつりあっちから湧いてんじゃん。うわ、強っ。さすがに胴体打ちじゃ死なないか。リロディン。これ走ってきて爆発しそうじゃないぜ。しないか。もう一発胴体入れるか。痛い痛い痛い。あいつ走って爆発してくれればね、美味しいんですよ。
まあ朝8時なんで、まあまあお昼までに、フェラルフォードの片付けが終われば、いい方でしょう。あとやりたいことできれば。OK。終わったね。じゃああとリペアして、次のフェラルフォードに備えて、って感じかな。とりあえず今回の戦利品はこんな感じです。これと、スクリュードライバーと、ライトセーバーの弾。弾っていうのもおかしいな。あと、アドバンスドクロスボウのパーツがちょいといいやつが出て、ぐらいですな。ですな。本当に見つけちゃったわ。やっぱり。サプライ回収しに来たら、なんと、第二原発 第二原発発見しちゃいました サプライ回収しに来た ちょっとまさかの、第二原発を発見してしまって ちょ、思って。ちょっと待って。ちょ、思って。重たい。よしよしよし。おーっと、待って、助けて。よし。とりあえずサプライ回収させて。サプライ。こちらですか。第二原発。第一原発から、結構近い距離に とりあえずこれ回収しようか。インベントリ空いてる？空いてるね。あー、いないな。ドンキいないな。まさかまさかの第二原発発見。第二原発発見しました。ちょっと、建屋の中行こうか。あいつがドロップなんかすんのかが知りたいんで、ちょっと行きましょう。トラックのところ行ったらね、放射能汚染食らっちゃうんで、嫌なんだけど。うち中ってゾンビいなかったよね。重てえな、相変わらず。よいしょ。あ、こっちも一個逆になってるね。でも蜘蛛の声がする。あ、蜘蛛の巣あるんだ、やっぱり。やばい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 、靴が見えた、靴が。バカバカバカ。なんなんこいつ、なんなんこいつ、なんなんこいつ、なんなんこいつ。いっぱいおるやん、いっぱい。ビキニお姉さんいっぱいおるやん。クリアリングしよう、クリアリング。超レアなチェストですよね。前あったよね。エクソスーツが、エクソなんちゃらが入ってたチェストスーツみたいな。フレームスロワーのパーツ来ました。てれん、これもう一方の原発があったの壊されちゃったんだね、多分ね。エクソアーマーっていうのと、フレームスロワーパーツが出てきた。だね。
はい、というわけでね、次はレッドメーサー行きたいと思います。なんだこれ、うわー、すげーすげー。ちょっと待って、これテスターなくなりそうな、怖い。フレームスローはないな。50カルだって、これ強そうな。こいつの声か、うなってるような変な声、めっちゃ怖いんだってこいつ。何、マキシマムヘルス一番嫌いゾンビナンバーワンだ俺の中で。何ここ、俺この部屋初めて来た。隕石やエンプティーストレージ、え、この部屋俺初めて来たかもしんね。気のせいかな。お、なんだろう今の、スコープっぽいの拾ったよね。アドバンストスコープMG4。 何ここ、ここどうやって入ってくる部屋なんだろう。隠し部屋だ、隠し部屋だここ。こっちは、じゃあこっちから来るべきでしょう。すげえ、隠し部屋だ。本棚の後ろに隠されてた。初めて見つけた。へえ、こんな隠し部屋あったんだここ。すごいね。あ、ここも俺制圧済みじゃん。
days from the heat wave stole my emotions. I left my doubts when I was swept by the ocean. And every pulse from the tide was a finish line. A wave race we were made to ride. You and I were first in line. And we took them by surprise. I was with you all the time. You may not realize, but I'm here. 今来たサバイバーがすごい中にいっぱいいる。来て、サバイバーがいっぱいいる。話しかけてくる。しかも何これ、やば。 Who? Hello you? Who are you? You know what? いいね。鍵受け取りました。トレーダーのとこ行かないといけなくなっちゃった。お、アドバンスドエジェクターですよね。追加できた、ね、何かがあるはず。お、サムネシだけ。あ、これだ。はい、というわけで来ました、レッドメーサー。これはね、家の近くのレッドメーサーです。お、サイレンサーの情報をまたがい。お、いいじゃん、クロスボウアップグレード来ました。やった、マウスでクロスボウがアップデートされました。あれ？アミボックスがない。さっきこっちにアミボックスあったのに。やっぱ違うのか。持ってる。これですよ、これ。お！何これ？とりあえず、あ！ 1,2,3,4 箇所揃った、これで。あと1箇所です、多分頭かな。これもう一回されたら神来た。アンタッチドに戻ってる。あ、マイニングパーツかよ、外れた。はい、というわけで3軒目のレッドメイサル、まあまあだね。何の音今の？ニュークリアでも爆発した？聞いたことないような音がする。で、今の音はやばいって。And you know how to forget.
待って、なんかいる、なんかいる、なんかすげえすげえ派手なやつがいる。ピエロだ、ピエロがいる。うわー、この部屋や、絶対爆発してるやん。あー、汚染されてる、俺放射能汚染された。前焦ってニュークリア回収して正解だったんだね。回収しなかったらあんな風に爆発してエクソスーツのやつがボックスが1個無駄になってしまうんだ。はい、というわけでね、レッドメーサーたくさんと原発行ってきた成果です。まずこれエクソブーツ、エクソアーマー、チェストアーマー、これもチェストアーマーで、こっちに、レッグアーマーがあるんで、あと1箇所ですね、これ。あと上にグローブがあるかな、ちょっと待って、グローブ取ってこようか。もう上にグローブがあるんで、これを取ったらもうあと1箇所、多分頭だと思うんだけど、それが揃えば効果が発動するらしい。これ、それが揃えば効果が発動するらしいです。確かオーバービューになんとなくは書いてあったんだけどね、多分頭だと思う、予想は、私の予想は。と、次がミニガンのパーツ。ミニガンで、ミニガン、まさかのオーガーパーツかと思ってたら、違う、マイニングのパーツかと思ってたらミニガンって書いてあったやつ。と、まあこれは普通にパワーコアで、で、これがシェルターで拾ってきたやつね、鍵。これはハズマット装備を全部手に入れてからもう一回来いみたいな、なんかそういう感じだった気がする。もう一回来いっていうか、それからクエストを進めていく感じかな。で、これがフレームスロワーのパーツ。結構ね、パーツはバラバラで出てて、まだまだ完成しないかなっていうところですね。で、もう一つが、今私が持ってるアイテムを全部突っ込んでみたらこんな感じになりました。これが MG4。 多分1箇所足りないよね、今3箇所しかないんで、もう1箇所くれば多分完成します、これも。で、このブローイング MG っていうの、マシンガンかな、もしかして、もうまだ完成しないです、あと1箇所足りない。で、また MTAR、 これは完成品が落ちたんだけど、このセーバーチャンスっていうの、攻撃力は43で微妙なんだけど、セーバーチャンスが 68% あるんですよ。これってスナイパーライフルが 27% で結構高い値なんで、期待できるかもしれない。で、これ見たらセーバーチャンス乗ってないね、今ね。乗ってないよね。うん、乗ってない。なんで期待できちゃうかも。攻撃力的には弱いけど、頭にヒットすれば分解できちゃうみたい。分解って、まあ頭取れるかなみたいな。これも書いてないよね、セーバーチャンス。なんで2発に1発ぐらいで頭に当たれば強いかもしれない。
ていうわけでちょっとアサルトライフル組んでみようと思うんですよ。一応パーツ全部準備してあって、とりあえず、どっちからにしようかな。待て。まず MTAR の方から組んでみようか。これで完成？やば、セーバーチャンス75って結構高いね。 75.7 で、エンティティダメージが60、まあまあかな。レンジが111だって。とりあえず、757の60ぐらい分解。よし。で、次が、もう一方の方組んでみようか。どれだ ?HW757 の、こっちよりさっきのやつの方がいいですね、性能的には。でもレンジが長い、こっちが確か50ぐらいだったよね、もう一方の方のレンジで。かっこいいのはこっちかな。かっこいいのはこっちかな。強そう。でもう一方はこんな感じ。あ、こっちも強い。なんかどんくせえねこれ。まあサイズとかつけて様子見てみようか。これどっちにもつくのかな。とりあえず MTAR には専用のサイトがあるんで、これつけてみようか。アドバンスドサイト。あー、スナイパーライフルだこれ。スナイパーライフルになっちゃった。なるほど。じゃあこれインサートで外そうか。なるほどね。これを分解。よいしょ。で、次もう一方の方、こっち。どれぐらいの連射出るんだろう、わかんないね。使ってみないとわかんないよね、連射も。こっちの方が遠くまで打てるからな。とりあえずこれにもなんか乗っけてみる。乗っけれるの。レーザーサイトしかつかないかな。うわ、超使いにくいかもこれ。レーザーサイト気になって仕方ないかも。適当な方向に向いてるでしょ、絶対これ。なんて書いてある、レーザーサイト。リフレックスサイトとかもあるな。タッチ、オートマティックライフル、レーザービームフォーベターエイミングってしか書いてないね。エイムしやすくなるよって。ほんとかいな。これ MG4 なんだよね、全パーツ。あと一つ、拡張マガジンが確か、拾ったのがどっかにあるよ。これ。どっちもつけれるのかな？インサート。あ、つけれるね、これ。こっちには？あ、どっちにも使えますね。どっちがいいんだろう。サイト的に言えばこっちだよな。あ、でもまあ別にこれでヘッドショット決めて歩くのもありか。あ、これきついな。エイムダウンして戦ったらこれきついな。でも 75% か。ダメージもあるんで、
もう一つの方にしましょうか。もう一つの方にしましょう。インサートでとりあえず外されているのをチェックして、これなんかつけたままアセンブリしたら消滅するっていう情報があったんで怖いんだよね。でこれ外して、もう一方の方にしましょう。アセンブリよいしょ、これ完成。やばい、ストックなくね。あ、こっちにあった、びっくりした。どっか行方不明になったかと思った。アセンブリ、単純に品質の問題な気がするなこれね。このパーツがこれに対してちょっといいパーツだからこれが出てるのかも。あ、レンジ111じゃん。じゃあこれでいいよ俺、これで。これちょっとフェラリ用にキープしときましょうか。じゃあ次回のフェラルホードこれつけて、エクステンドマガジンとこれで。これさ、ぶっ放しちゃったら完全アウトだよな。だって60発入るでしょ。はい、ほら60発入っちゃったもん。60発はやばいよね。60発簡単になくなっちゃったら困るな。結構高いからこれ。まあいいや。よし。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。静止画でした。